皆さん、こんにちは。好きを仕事にする大人塾、笠子塾塾長の笠子と申します。今日は投資詐欺で、なんとご本人と友達合わせて、2100万円が戻ってこないという F 子さんに話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2100万円。ね。これは、そもそも、なんていうか、知人の紹介、どんな経緯で、その投資話に。ほんの少し存じ上げてる方がいて、まあ、個人事業主さんの男性で、お話ししたことはあんまりなかったんですけども、ちょっと仕事の関係で、まあ、時々お会いするみたいな。で、その方が、突然、車がフェラーリになったんですよ。今までは、なんか普通の車だったのに。あ、普通の乗用車、何？と、アクアとかそんな感じ。それがはい突然。はい。あれ？誰が乗ってるんだろうと思ったら彼が乗ってたわけですよ。それで何かが、金脈かなんか拾ったのかなと思ったんですよ。まあ確かに。なので何が起きたかって聞いたんですよ。そしたら、いや、ちょっとって言ったんですね。ほう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 。で、いや、ちょっとって何があったかっていうんで、ちょうど暮れだったので、2013年の暮れだったので、忘年会しようってなって、声かけたんですよ。私がね。で、忘年会をしましょうって声をかけて、で、一体何があったのと聞いたら、知りたいですかって言われたんで、それを知りたいよと。ちょっと、来年にかけて僕、もういろいろ仕事変わるんですわって言ったんで、何に変わるのって言ったら、まあ、それはここでは話せないと。なので、向こうから誘われたんではなくて、私から何があったかを知りたいっていうところから始まるんです。なるほどね。はい。で、私自身、すごくお金持ちの人たちと関われば、お金が儲かるなんか秘訣が探せるのかなって思ってたんですよ。まあまあ確かにね。ええ。で、要は、自分の周りにいる人と一緒にいても変わらない、大した変わらないわけだから、俗に言う投資とかそういうのに成功してる方たちと関われば、自分もそんな金脈が見つけられるんじゃないかと思ったんですよ。確かに。ということで、話を聞きたいって言って、後日改めて個人的に話を聞いたら、投資を始めたんだと。で、投資って知らないわけですよ、私自身。そういう株もしなければ、そんなものを買うこともないし、ただ、その方はとっても真面目な方だし、なんか山系の商売をしている人ではなかったんで、手堅くお仕事なさってる人だから、そういう人がやることだから、大丈夫なんじゃないかって思って、話を聞きたいって言ったら、じゃあ引き合わせましょうって言って、まあ、うちの都道府県ではないんです。隣の県のところで、その辺の投資のグループを一気にまとめている人に会ったんですよ。ほう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 。はい。で、その会った時に、本当、私は自分の仕事をこう発展させたくてお会いしたわけですよ。何かこう道しるべを見せてくれるのかなっていうね。そしたら、いや、いずれにしても、要は、まあ、話上手ですよ、そういう方たちって。あなたの今の状況では何も変わらないでしょうおと。まあ、そうですよね。変わらないからそこにいるわけだから。で、要は考え方、自分の周りにいる人をみんな変えていかなければ、打開策は見えませんと。ほう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 。まあ、
まあ、立派なことをおっしゃいますよね。はいはい。で、その中で、いずれにしてもお金が必要ですよね、と。ほう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 。ってことは、要は、錬金術を教えます、ですよね。ほう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 。うん。で、その錬金術は、誰かには教えられないと。はいはいはい。要は、その、選ばれた人。うんうん。で、彼が持ってきたのは、錬金術によって、増えたお金の、要はその、増えていく、まあ、お金のこうリスト、なんて言うんだろう、こう、累計で上がってってるリストを見せてくれた。はい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 。これぐらい投資したら、翌月にはこうなって、で、これはもう、今、例えば5年やってる人はこうです。で、たまたまその、お子さんがその方にいたので、そのお子さんの名前でやっていることで、例えば、100万円が、翌月には100、例えば、もう忘れちゃったんですけどね、結構な利率なんですよ。100万円に5万円つくとか、はいはい。今度105万円についてつくとかって。はいはいはい。だからまあ、下手すると1年後に倍になるぐらいだね。1年後に倍になると。うんうん。それで、それをやり始めて、結構な年数経ってるっていう話なわけですよ。なるほどね。5年、3年5年の話じゃないんですよ。あ、もっと俺たちはやってる。もう、そう長く。うんうん、で、それ自体が、その、要は、なんでそんなに利益が出るんですかっていうことに対するアンサーもあったんですよ。ほう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 。で、それの親玉は東京だったんですよ。ほう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 。で、要はね、とある名前の共済団体なんですよ。要は、共済団体に、その、投資をして、その共済が回す、非常に利益率の上がる、で、なんで利益がいいかっていうことも教えてくれるわけですよ。それが非常に納得できる話なわけですよ。それ、なんで利益が？ですね。はい。大きいお金を動かすから、その、要はその団体に対してお金をプールしておくと、そのプールしたお金を短期的にどこかに貸すと。ああ、貸し出し。うん。だとか、あとはそうやってやってる不動産関係とつながっているから、必ずその不動産に対して火災保険とかの保険業務がつながるから、おですから、そこの保険業務の代行で、利益が上がるみたいなお話でしたよ、その時はね。じゃあ、なんかその預かった金を、なんか株とかを買うとか、なんか、為替、まあ、ドルを買うとか、そういう話じゃなくて、そうです、そうです。その共済さんが金を集めたので、まあ、金融業やったり、保険業やったりして、それで儲かった利益をくれるみたいな。そんな感じだったと思う。ははは、なるほど。うん。ただ、いずれにしても、その、私、あんまりそういうの疎いので、うんうん。で、そうなんだって。で、5年、はい、うん、3年、4年の話じゃなくて、5年、10年、やってるわけだから、まあ、それに、その、要は、まあ、要は一人で商売をしていたり、あの時代、震災の後で、とある都道府県は、とてもお金を持っている人たちがいたんですよ。あ、その震災バブルみたいなものでっていう。要は保証金ですよね。ああ、ははははは。ね、とある都道府県がね。ああ、宮城県ではないですよね。宮城県、山形県、福島と、なんだ、その辺ではなくて、東北のとあるところは、その、お金がたくさん動いたんですよね。1ヶ月黙って、10万とか入ってきてたわけですよね。原発？うん、そうです、そうです。あー、原発のある県。そう。あー、ははははは。そうすると、そこの中で、やっぱり、その、大きなお金が動いてたんだと思いますよ。ああ、そして、まあ、
お金は集めやすかったんじゃないですか。だから最終的にその東北、私は東北の方ですけども、東北地方でまとめてた人がいくら全体でまとまったかまでは知りませんが、私はあの中枢にいないし、お預けして金利が入ってくるのが嬉しくてニコニコしてただけですから。あ、じゃあ、まあ、それを信じて、初めいくらぐらい投資をしたんですか？最初は多分200万とかですよね。200万。うん、で、そうすると、はい。それで、お金がコンスタントに利益が入るわけですよ。あ、ちゃんとこう、振り込まれてくる。そうです、そうです。あ、じゃあ、なんかこう、ま、200万。お小遣いみたいに。だから、元金がそのまま向こうに行ってて、はい。要は、利息だけが、お小遣いのように入るわけですよ。本当、通帳に。はい。あ、じゃあ、儲かってる、成功してるじゃんって。そう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 。はいはいはい。で、それを聞いた友達が、はい。やろうかなってやつですよね。あ、友達もこれいいと。はい。確かね、1500万入れて月に25万ぐらい、利益出たんじゃなかったかな。友達は1500万入れて、ええ、毎月25万ずつ入ってくると。はいはいはい。で、ご自身は200万だけれども、その後じゃあもっと増やしたんですか？増やしたんですよ。あ、こんなに入ってくんだったら。そうです、そうです。もっと増やそうと。そうです。そうすれば、ほら、フェラーリ乗れるかもしれないでしょ？確かにね。それって、何にも心配してなかったんですよ。はい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 。で、自分がそんなのに引っかかるなんて思ってないんですよ。ああ、なるほどね。そんなことがあるっていうことはなんとなく聞いてますよ。過去にいろんなテレビとかね、いっぱい見てるし、なんとか、なんだっけ、オレンジなんとか共済さんとかね。はい。ね、なんとか天下一家の会とかテレビとか時々やるじゃないですか。はい。そういうの見てて、へえ、その、関係ないと思ってましたよね。はい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 。私、だから私は選ばれたと思ったわけですよ。しかもあれですもんね。向こうから誘われたわけじゃなくて、そうですそうです。なんか急に金持ちになった人に話を聞いて、はじめすごい嫌がってたのになんとか聞き出してたどり着いたら、選ばれたと思いますもんね。そうそうそう、誰かにお話ししません。選ばれた人しか。うんうん、っていうね、その、うん。もちろん、おまんじゅう米入れたって増えるお金ね、増えるものってたかが知れてるから、やっぱり100万、200万単位で入れないと、利益は良くないわけですよね。確かに、確かに。うん。ってことは、小銭稼ぐ人たちを相手にしてないわけですよね。なるほどね。うん。まあ、考えてみればみんなそうですよね。まあ、100万、1000万単位の金を出してくれる人。そうですね。なるほど。そしたら。そして、こう拾ってみたら2年後ですね。はい。振り込みの日ではなくて、その数日前に、はい。私はその方の東京の事務所っていうのには行ったことあるんですよ。あ、はいはいはい。それで、ご本人とは会えてないんですよ。はい。ただ、その場所っていうのは、なんか、まあ、無用にバブリーな、事務所で、はい。で、お相撲の谷町とかもなさってた人で、ほう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 。で、相撲、だからそういうことしてる人だし、おかしいとも思ってないわけですよね。で、私につないでくれた方から電話が入って、突然その方が亡くなったって言われたんですよ。死んだって。で、えって、まあ人ですから死ぬかもしれない。あ、まあ、まあまあ確かに確かに。死ぬのはまあ仕方ないとして、はい、死んだって言われて、はい、死んだんだったら、じゃあこの、その、私の書いてたものは全部
まあ、解散だろうなと思ったんですよ。あ、はいはいはい。勝手にさんがいるわけじゃないから、うんうんうん。解散だろうなと思ったら、うんうん。解散じゃなくて、まあ、飛んだわけですよね。それが、こう、数日間の後に分かってくるわけですよ。死んだんじゃなくて自殺をしたと。おで、自殺ってなって、ん。うんうん。それで、みんな、その、関係者とか、そのか、その、まあ、信頼してた。で、その、私を繋いだ方は、その、代表の方とすごく親しくしてたんで、東京に飛んだんだっけかな、行く、なんかどうなってるかを確認しに行ったら、要は、その、自然死ではなくて、自死であると。で、要は、すべてのその共済の書類もパソコンも何もかも全部破棄してあったと。で、もうすべてが、これ以上関わると命の保証はないようだって言われたっていう、なんだそれはっていう。おお、じゃあ、その、600万円トータルで、はい。まあ、投資をして、途中まではお金が入ってきたけども、はい、もう2年経って、いや、もう、実施しちゃいました。もう解散ですと。で、書類も何も残ってないですと。これ以上追及したら命危ないかもしれないみたいな。それで、でも、はい、まあ、あちこちでどうも多分裁判起こるんですよね。まあ確かに確かに。うん、各地にその被害者っているわけだから、はいはい、で、その被害者団体みたいなのとかで、で、裁判起こして、で、いろんな手を使って、それで、ですね、いくら、自分たちが投資していくら損したかも全部その時に出して弁護士さんに、それで、2100万で戻ってきたお金が、何万だっけな、15万裁判したんですよね。全部。で、その、管財人さんとか、なんかそういうので全部、東京地方裁判所かなんかで、やって、で、ま、は、その、なんか税金かなんかわかんないですけどね、私もそういうの全部入ってないので、で、いろいろ動いて、で、被害届を出した人たちのトータルと、その、パーセンテージ、利益、なんだ、その、金額によってみんなで分配をしたんじゃないですか。あ、じゃあ多少その亡くなった方の貯金みたいなのはなんか残ってたんですかね。なんかちょっとね、もうその辺も私あんまりもう終わってしまったことって言ったら変ですけど。まあ、ただ要は全部は戻ってこないと。まあもちろんもちろんで、それで最後に、13万だか十何万だか、これで、その、終止符というか終わりになりますっていうことで、なんか書類が来て、で、まあ、関わった方は、まあ、ごめんなさいっていうかね。まあ、その方が悪いわけじゃないわけだし。じゃあ、その、フェラーリ乗ってた方も騙されてた？ああ、もちろんもちろん、もう、その方は、とんでもない金額、もう騙されてます。ああ、なるほどね。それはあれですか、その、初め投資をするって言ったときに、その亡くなった方の個人口座かなんかにお金を振り込んだ感じですか？なんかその共済組合が、はい。みずほ銀行にお金を入れてたみたいで、はい。今ちょっと、昔の、メッセンジャーのやつで見てたんですけど、はい。
で、平成24年に、6億5千万の納税をしてるらしいんですよ。その組合が。だ、相当金持ってたんですよね。それはあれですか、ご自身のとかお友達が、投資したっていう振り込み先は、共済組合みたいな。あ、じゃあ、共済組合みたいのは実在した。知ってたんですよ。ほー。で、それで納税をしていて、で、その納税の返還を債権者がしたんですね。あ、じゃあよくわからないけれども、詐欺じゃなくて実際に動いてたんですかね。そう、だからね、どこまでが詐欺で、どこまでああ。が本当かがもう全て闇なわけですよ。実態があったのかないのかもよくわからないもうし、わからないです。でももしかしたら実態はあったのかもしれないし、だからその実態が、要は架空の実態で、あで、だから本当に、まあ債権者集会っていうのがあって、で、これ見ると2018年に債権者集会で、こういつやってるんだよ。なんかそういうのやってるのは見えてますから、あと、家裁裁判所ですね、東京家裁で債権者集会っていうのを行われたりとか、でも、その金を集めてた人は、なんて急に自死しちゃったんですかね。ね。それもよくわかんない。だから、それが怖い話になるのかな、わかんない。ああ、だから、この、ほら、その人が逃げちゃった。海外逃亡しちゃったみたいなことだったら、まあ持ち逃げしたんだなってことですけど、まあその一番の金を集めて儲かってた胴元みたいな人が亡くなっちゃったってことは、まあ結構不自然な死ではありますよね。ですね。だから、まあ、誰かはその本当のことって知ってるのかもしれないけど、だから、そんなわけがないじゃないっていうね。そんなことで、そんなお金が儲かるわけないじゃないっていうところに、最後は行くわけですよね。確かにねね。まあでもしかしそのね、まあなぜかこう急に自死で終わってしまったその投資も、まあいわゆるね、投資詐欺のポンジスキームと呼ばれる、え。金を、だから200万200万もらった中から信用させるために毎月5万とか払ってれば信用させられるけども、まあ、ある時点で、もう、とんずらしちゃえば、まあ、200万のうち50万だけぐらい返しちゃえば逃げられるとか、まあ、そういうのだった可能性もありますよね。そうですね。だから大きいお金を、例えば1000万とか投資すれば、そう、例えば100万とか50万とか入ってくれば、本当に1年後に倍になるわけだから、信用しちゃいますよね。そうすると、まあ上手に抜けられた方はいるわけですよ。こう儲けるだけ儲けて抜けてる方たちもいたんですよ。抜けるのも簡単だったんですよ。おお。元金もすぐに返したんですよ。それをみんな見てるへえ。からやめないんですよね。ああ、なるほどね。それも、そういう人を何人かさせて、信用させたのか、それとも、本当にうまくやってたけど、ある時何かこう、いろんな金銭トラブルみたいなので、ね、あれしちゃったのか。ね、すべてもう闇の中ですね。いやー、だけどやっぱり、金融機関かよくわからない人に、やっぱ投資をしちゃうっていうのが、やっぱり、一番危ないっていうところが教訓なんですかね。あとやっぱり、つい最近の話ですけど、ビットコインで、やっぱり7、800万引っかかったの、私の
知り合いにいます。なるほどね。うん。で、要は、儲かってる儲かれてるって言われて、引き出そうとしたら引き出せないって言われて。まあ、ね、基本的に儲かる話っていうのは、やっぱり儲かるからっていう話にやっぱり手を出さないっていうのがね、やっぱり教訓なのかもしれませんよね。やっぱ地道に YouTube 出して Twitter 出してる方もいる。今回は、投資先の話、引っかかった話、今日はどうもありがとうございました。はい、はい、ということで皆様も地道にコツコツやることしか何もね、金脈はなかなかつかめないようでした。はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。